はい。どうも、こんにちは。島です。はい。不毛な会話です。はい。いや。はい。ありまあ、終わりましたね。はい。いやー、なんかね、ちょっとお役に立てなかったのが <laughs>、申し訳ないかなとは思うんですけれども。はい。えー、まあ、そんなこんなでね、えー、今回は、1年間をね、総括する総集編みたいな形でやらさせていただきます。はい。 はい。まずはね、皆様にお礼をね、申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい。えー、今年のね、5月から始めたこの不毛な会話ですね。ありがたい話でですね、皆様にこう、聞いていただいてるっていうのがね、とても私にとってもありがたい話になります。はい。えー、多くの方がね、見ていただいたことに、とても感謝していただいて、 い,ただいております。はい。はい。こうね、なんか、こういう半年間ね、結構続けれたのもね、やはり聞いていただけたからかなとは思ってる所存でございます。まあ、さすがにですね、ちょっと、えー、まあ、僕と、もう一人、加藤のですね、加藤ちゃんの方と、二人でやってたんですけどもね、加藤ちゃんの方がさ、さすがにちょっとここ最近仕事がずっと忙しいので、まあ、参加できないような状態が続いてますね。はい。 カト、えー、ちゃんの方もね、いや、申し訳ないな、っていうみたいな話をしているような形ですね。まあ、唯一ね、<laughs> 馬券が当たったのカトちゃんだけですからね。僕はもう、えー、予想したレース全部全敗だったっていう形になりますね。はい。まあ、解明の方でまあ、予想はね、何個か、まあ、本命に開けたのが1着に入ったりとか、ね、まあ、うまいことね、まあ、生まれんぐらいあとは取れたとか、そういうのはね、あったんですけどもね。まあ、実際僕が勝ってたのがね、ほとんど3連単が多かったので、 まあ空振りにほとんど終わっていたっていう形ですね。はい。まあそこでね、大事なね、皆さんにこう、いいじゅ、いい、こう、予想をね、提供できなかったっていうのは本当に心苦しい分ですね。はい。まあただですね、まあ、今年1年でね、反省して、またね、来年、金牌からスタートさせていただきますので、はい。さらにね、当たる年にしないといけないですね。はい。 皆さんはどうでしたか今年1年、馬年の年ですね。はい、競馬 JRA 始まって60年という節目の年だったそうですが、はいまあね、今年最後の有馬記念、優勝したのがジェンティル・ドンナですねいや。とても強い走りでしたね。はい、ゴールン過ぎた後の戸崎ジョッキーのガッツポーズがやはり印象に残るレースだったなと思いました。はい まあね、2着に入ったね、トゥザワールドはい。外人ジョッキーは買っといた方がいいとかいう話をしてた。ね、やっぱり、期待巻きましたね。外国人ジョッキーは。はい。いや、すごいです。はい。本当に。まあ結局ね、僕がね、買った予定だったのが、まあ4着と3着だったんでね。本命と。まあ、さすがにね、ジャスターウェイ、ちょっと外すぎたなっていう。 なんかその枠の綾ですか。うん、漫画あったのかなと思いますね。すごい伸びてたのは見てたので、はい。まあ、ちょっと惜しかったんじゃないのかなと思いましたね、はい。ただ、そうですね。1着からですね、もう7着までぐらいですかね。は、もう全然タイム差がほとんどなかったっていう部分を考えると、やはり力の差は上位の馬はやはりき 拮抗してたのかなと思うレースでしたね。はい、でまたちょっと展開も変われば、ね、こう順位がすぐ変わるようなメンツ構成だったんじゃないのかなと思いましたね、見てて。はい、そうですね、もうそう,いそうですね、1着から、えー、っとそうですね12、12着ぐらいまでですか、12着から10着,10着までですね。はい、タイムが 勝ちタイムが2分35秒3ですね。その10着のタイムが2分35秒7なんで、まあ、コンマ4、ね、ぐらいだったら、まあ、入れ替わるんじゃないのかなと思うような内容でしたね。はい。いや、とても、なんかこう、最後のね、こう、レースにふさわしかったんじゃないのかなと。はい。白熱したバトルをね、最後に見れで良かったなと思いますね。はい。まあ、まだね、あの、G1 ね、 あと一回残っているような形ですからね、今年は。はい。明日は行われるね、えー、東京大商店が残ってます。はい。やはりここは激肩レースだっていうね、いう部分だとは思うんですけども。はい。激肩レースですね、確かに。はい。毎年ね、1番、2番、3番人気のトレカが入ってるような、ね、1、2着をここで独占してるような状態ですからね。はい。まあ 今年はどの馬がね、最後勝つのか、まあ見どころかなと思いつつも、はい。はい。また、そうですね、来年に向けてですね、はい。一応ですね、え、金杯がね、えー、4日か、何でしたかな確か。はい。4日から4日に金杯がありますので、また金曜日にですね、ダブル金杯を予想させていただきたいと思います。多分、そうですね、動画は1本にまとめてる、 予想すると思います。はい。中山金杯、京都金杯、まあ両方合わせた金杯の予想を、まあさせていただこうかなと思っています。はい。まあちなみにもう買う、中山金杯については本命打つ馬を決め、ま、決めてます。もう、もう出るの決まってるんで、はい。まあ僕はそこからね、今年1年を始めていこうかなと思ってます。はい。 まあ、最近、そうですね、こう一年やってデス、俺のマークは本当デスマークなんじゃないのかっていうぐらい、こう本命がね、滑って、対抗が当たるっていうね、そんなの結構多かったですね。まあ、来年はね、成績表がね、二重丸を増やすように頑張りたいと思います。はい。えー、っとですね、 まあ、このぐらいでね、もう話す内容もね、ちょっとなくなってきちゃったんでね、まあ、この辺あたりで終わらせていただきまして、はい。まあ、今年1年、まあ、振り返ってもないような形ですかね。はい。半年間、聞いていただき皆様、ありがとうございます。また来年、はい。金牌からスタートさせていただきたいと思いますので、はい。来年もよかったら、また見ていただけたらと思います。はい。長々聞いていただき、ありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。 ありがとうございました。いよいよ年を。